おはようございます。8月の4日ですね。金曜日朝のお散歩です。ただいまの時刻は6時前ですね。5時50分ぐらい。はい、ピースケ君、タッチしません。ちょっと待って、昨日ゴルフの練習して帰ってきてから体重測ったらなんか70キロ切ってたんで、自分へのご褒美としてお寿司屋さんでお酒を飲みました昨日は。もちろん一人で。ぐらいまでね、ちょっと体重を落とすか、結構なスピードで、秒的なぐらいなスピードで今体重を落としてるんで、そろそろね、筋トレとプロテイン摂取していこうかなと。マッスル計画。どうだろうな、どれぐらい。あんまり。あんまりね、ムキムキ。まあいいのかもしれないけど、どうだろうな、70キロぐらいにしておくのがベストなのかな。まあでもプロテイン飲んで筋肉つけたら体重めっちゃ増えるんでね、しかも落ちないという、体重が何キロあろうが、まあ僕は基本何でもいいんですけど、やっぱね、見てくれが多少はね、いい方が様になるというか。とりあえず今もう、今まで履いてたジーパンはゆるゆるです。まだ涼しいかな、そんなに暑くはないですが、まあ日中お昼とかは暑くなるんでしょうね。ほら、
はい。はい、5分過ぎたんで、じゃあ今日のお散歩動画これで終わりますね。はい、いいっすけ、お座り、お座りは何でもふけ出てる。はい、でまた明日。